とある秋の話。俺の住む町から数十キロ離れた山奥にある A 村の村長さんが仕事場を訪れた。 A 村の氏神である浅間神社の修繕を頼みたいという。 A 村は親方の本家がある村であり、親方はすぐにその仕事を引き受けるかと思いきや、何やら難しい顔をしている。村長さんが必死で頼み込んでいるのを横目にしながら、俺は欄干の仕上げをしていた。村長さんが帰った後、俺は親方に呼ばれた。ちょうど担当の現場を終えたところで手が空いていたので、きっと A 村の仕事を指示されるんだなと思いつつ親方の前に座った。まるまる、頼みてえことがある。はい、 A 村の浅間神社の修繕ですね。バッケ野郎、先走るんじゃねえよ。すまねえが、俺が今やってる現場を引き継いでくれ。え？俺は愕然とした。親方が自身の手掛けている現場を途中で辞めるなんてありえない。数年前交通事故で大怪我し、入院した時でさえ車椅子に乗って現場に来て、しまいには這うようにして仕事して医者を呆れさせたお人である。引き受けたからにゃ死んでも半端なことはできねえ。それが男ってもんじゃねえか、親方の口癖だ。俺はそんな親方に惚れ込み弟子入りしたのだ。親方はどうしたってんです？親方らしくないじゃありませんか。うるせえ、んなことは俺が一番わかってる。お前は黙って従ってりゃいいんだ。もうこうなったら親方はてこでも動かない。わかりました、じゃあ現場の状況を教えてください。おう、今は柱を仕上げたところまでだ。床張りは A 村は人口数百人の過疎村で、住人は老人が多く、周辺を山に囲まれた小盆地で、どこから行くにも一つ二つ山を越えねばならないので、普段は村外の人間はあまり出入りしない。またそれだけに排他的な村でもあり、仕事でもなければ足を踏み入れることはない場所だ。 A 村の氏神である浅間神社は本当に村の山裾どん詰まりにあり、裏では鬱蒼とした深い森である。その夜帰ろうとした俺はおかみさんに呼び止められた。まるまる、ちょっといいかい？ああ、おかみさん、なんでしょう？実はうちの人のことなんだけど。おかみさんの話を聞いた俺は驚いた。親方の本家は A 村で一番の旧家で、現村長さんは親方の実の長兄だという。また次兄は浅間神社の神主だとのこと。ただその浅間神社というのが実はちょっと性たちの悪い神様で、普段はいいのだが、ちょっとした不手際等があると一族や村に不幸を起こすことがあるという。そしてどうも最近不手際があったらしく、相当怒っているようなのだと。その怒りを鎮めるには社の修繕をして鎮相を行うしかないと。しかしその修繕作業の最中に必ず職人が一人連れて行かれてしまうらしい。ここ何十年も不手際はなく、氏神様も静かだったんだけどね。それで親方はどうするつもりなんです？一人で修繕をするって言ってんだよ。そうすりゃ連れてかれるとしても俺だけで済むじゃねえかって。親方、俺は胸が熱くなった。そういうことか、それなら親方だけにやらせはしない。おかみさん、この件俺に任せてくれませんか？お前さんにしか頼めないんだよこんなこと。俺は一晩案を練り、おかみさんにいくつかお願いをし準備に取り掛かった。3日後、親方は一人でトラックに乗り、しばらく帰らねえ、留守中は丸々に全て任せるとだけ言い残し、 A 村へ向かって出発した。その後俺はすぐに弟弟子の X、 お稲荷様に取り憑かれた男に、それじゃあ各現場は打ち合わせた通りにな、何かあったらおかみさんに本家に俺宛てで電話してくれるようお願いしろと指示し、大神様の社を管理している神社へと向かった。そして神主さんに事情を話し、以前いただいたお守りをもう一度祈祷していただき、魂を込めてもらうために
狼様のお社を目指した。数ヶ月ぶりに訪れるお社、ここに来ると本当に落ち着く。長い階段を上り、狼様の灯籠に挨拶し、落葉の絨毯で赤く染まった地面を踏みしめながらお堂の前まで行く。落ち葉、どこからかわずかにいい香りが漂ってきた。そして俺はお堂の前に守り札と酒と新しい髪飾りを納め、人を済ませた。髪飾りは以前奈良に出張した時に発注しておいた。とある女職人さんの手作業で作ってもらった蓮の花をデザインした純銀の髪飾りだ。いつも髪飾りばかりでは脳がないとは自分でも思うが、俺にとっての彼女のイメージは美しく長い黒髪である。どこに出かけても彼女に似合う髪飾りをいつも探していて、結局一流の職人さんに手作りしてもらったものを手に入れたのだ。守り札を持ち帰ろうとすると、さーっと一陣の風が吹いた。俺は階段を降り始めたところで風にさらされ、あの時と同じ気配を感じた。確信を持ちながらすっと振り向くと、赤い落ち葉が風に舞い踊る中、お堂の前に真っ白な彼女が佇んでいた。いつかと同じ変わらぬ姿で、いつかと同じ爽やかな微笑みで、彼女の長く美しい髪には先ほど収めた蓮の髪飾りが光っている。俺は駆け寄りたい気持ちを抑え、深く一礼した。頭を上げるとたおやかなその姿は消えていた。俺は車を走らせ、 A 村の浅間神社へ着いた。親方のトラックはまだない。おそらくまず本家に寄っているのだろう。俺は自分の車から道具を出すと、早速傷んでいる箇所をチェックし始めた。1時間も経った頃、親方のトラックが坂道を登ってきた。あ、親方の声が響く。俺の車を見つけたのだろう。ドドドという足音を立てて親方がお堂までかけてくる。そのままの勢いで俺はぶっ飛ばされた。何やってやがるこのおバカ野郎が。親方が鬼の形相で怒鳴る。てめえカカに聞きやがったな。真っ赤な顔でブルブル震える親方に俺は言った。俺は仕事始めちまいました。もう遅いですよ。さあとっとと片付けちまいましょう。このバカが。親方、俺はあなたと親父と、あなたを親父と思っています。親父が命がけの仕事すんのに息子が何もせんなんて許されんでしょう。このバカ野郎、おめえなんざ日本一の大バカ息子だ。勝手にしろい。はい、勝手にしますとも。ふうとため息をつきながら道具を取ってくる後、背を向けかけた親方に、あ、親方これをと、俺は守り札を手渡す。のう、巻いてきたのか。あれ、おめえの分がねえじゃねえか。俺にはお札は必要ないんですよ。なぜかちょっと照れながら俺は答えた。けっ、こつけやがって。読めない。親方はふっとかすかに笑い、道具を持ちトラックへと向かった。のろけやがってか。俺と親方との息の合い方は半端ではない。お互いに声をかける必要もなく仕事は進んでいく。また親方は通常の修繕仕事であれば図面を全く必要としない。ほぼ目測できる板が全く隙間なくピタッとはまり込む。修繕作業は見る間に進んでいった。夜は親方の本家に泊まり、打ち合わせの後は毎晩宴席だ。俺は家族同然に接してもらった。数日後の夕方、いつものように俺と親方が社にこもり天井裏の作業をしていると、突然親方の乗っていた梁が落下した。しかし床に叩きつけられる瞬間、親方と梁が一瞬ふわっと浮き、静かに着地した。始まりやがったな。という親方に、問題ないですよ、俺たちは守られてるんだから、と答えると親方はうなずいた。夕方、社から帰ろうとする俺と親方の車の前を塞ぐように道に太く長い蛇がとぐろを巻いていた。
蛇は鎌首をもたげシャーと威嚇してきた。クラクションを鳴らしても全く退く気配はない。仕方がないので俺が追い払おうと車を降りた瞬間、蛇が俺めがけて飛びかかってきた。うっ、俺は飛びのいたが足を取られ転んでしまった。まるまる、親方が叫び、俺が起き上がろうとした時、再度飛びかかろうとした蛇が突然弾き飛ばされぐったりとなった。近寄ってみると頭を完全に潰され息絶えている。直後突然ガサガサっと草むらをかき分ける音がし、何者かが深く茂った森の中へ駆けていく音がした。たっ、さらにそれを追って駆け出す気配。俺と親方が息を飲みつつ耳をそば立てていると、森の中から獣同士が争うような、しかしとてもこの世のものとは思えない雄たけびが聞こえてきた。しかし間もなくギキギとつゆギキギというつんざくような叫び声を最後に、夕闇の中に静寂が戻ってきた。勝ったのか、親方がつぶやく。ええ、おそらく。まるまる、帰ろうや。はい。俺と親方は車に乗り込み本家へと向かった。次の日は日曜であり、昨日の今日なので親方が今日は休もうやと言って二人でゴロゴロと寝て過ごした。その夜、 A 村の長老でもある親方のおふくろさんが珍しく宴席に降りてきた。そして俺の顔をまじまじと見つめながら、神様が惚れる男はやっぱ面構えが違うの、よく見りゃ G 親方の名前によく似とるわいと言い、カカカと声なく笑った。親方が、そりゃ俺の息子みたいなもんだからな、似るのは当然だと答えた。少し間を置き、おふくろさんが、じい、もうみやさんの修繕で誰かが連れてかれることはないじゃろとつぶやく。時計の神主さんも、そうだな、やはりおっかさんも見ましたかとうなずいた。ああ見たよ、面白いもんをな。しかしまさか社の神様があんなことになってたとはな、なってたとはな。俺と親方はちんぷんかんぷんだ。おい兄貴、お母さん一体何だってんだ。うん、話してやろうかね。おふくろさんが語り始めた。昨夜おふくろさんと時計の神主さんの夢枕に古事記に出てくるスサノオのような男を従えた髪の長い巫女様が立ったそうだ。その左手はボロボロになってしょぼくれている大猿の首根っこを掴んでいて、この悪猿が氏神を騙して封じ、300年ほど自分が氏神として収まっていたのです。しかし先ほど取り押さえきつく戒めましたので、もう大丈夫です。これからは本来の氏神である彼がお社を守っていくでしょうとおっしゃったと。おふくろさんと神主さんはははーっとひれ伏した。しかしおふくろさんは気になってことを尋ねてみた。しかしあなた様はこの土地に縁のあるお方とは思えんのですが、なぜわしらの氏神様を助けてくださったのですじゃ。神主さんは真っ青になって、おっかさん何言っとるんじゃと戒めた。いいえ、私はある方の身を守るために来て、その結果この悪猿悪猿を懲らしめることになっただけです。ほう、そうでしたか。そのある方ってのはあなた様がお髪に飾っとる銀髪を収められたお人ですかの。神主さんはもう夢の中で卒倒するかと思ったそうな。するとな、巫女様はみるみる真っ赤になって、とにかくもう心配ありませんのでと言って消えてしまったんじゃ。後には気まずそうな氏神様とヘロヘロの悪猿が残っとった。じゃが赤くなって恥ずかしがる神様を見られるなんて本に長生きはするもんじゃのうと言ってカカカと声なく笑った。ブワッと突然親方が吹き出す。それと同時に聞き耳を立てていた宴席の面々が一斉に笑い出した。俺は
多分真っ赤になっているだろう顔色を隠すためコップ酒をキュッと煽った。